ケイポリンです。今日は未開の大地拠点36やっていきたいと思います。初見でって言いたかったんだけど、なんか失敗して3回目です。1回目はボス1で負けて、2回目はラストで負けてしまって、あーんってなってます。そして多分ですけど、ダルタニャンが超レーザーストップとかあるから強いと思うんですけど、バランス型が2体までっていうので、すごく制限されるんですね。そして私自身の持ってる適性がまず少なかった。もう全部適性はバランス型なのよ、私が持ってるキャラは。だからもう久しぶりにロレダイを連れてきました。とりあえずこのステージはハートパネルを出してくれるプニを先に倒して、で回復しながら殴っていくっていうクエストですね。HP 残量が多くないと攻撃が通らないので、それを意識してやっていくんですけど、先にこれ玉ねぎ倒しちゃダメなのかな。そうだよね、ブロックあるの忘れてたよね。普通に行けばよかった。そしてローレライで、とりあえずまずプニを本当に倒さないと危ないんです。でここでレーザーストップが活躍してくれる。ここでブロック当たって下に行けば倒せる。うっ、ああよかった、そういう作戦じゃなかったけどうまくいった。でちゃんと回復をしながら行きたいけど、あ、もうルリーブロックあるじゃん、すぐ忘れるわ。でこの地雷は意外と痛くないですから、あんまり気にしなくて大丈夫だと思うよ。そしてこうやっていきます。参考になるかは分かんないんですけど、だいたい限定2体も積んでるしね、こういうイメージだよっていう感じでやってもらえればいいかな。何これ、一筆で倒せないよね。なんかもっと足が速いとか加速する仲間とかがいればいいのかなって思うけど、これは普通に倒すだけ。この後のターンもこの HP4 攻撃やった後ってあんまり結構何もやってこないじゃないですか。だからあと回復に専念できるよね。うわー、まあ、いっか、上だっけ。これって相互蘇生じゃないから、で回復しながら、そうだ、これはブロックがないことを忘れてしまうから、で、OK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 、よいしょ。で、また回復したのに、なんかこれやっぱり、なんていうんだろう、敵の攻撃パターンちゃんと知っておかないと、え、これどうしたらいい？全然回復できないんだけど、多分次も攻撃ない。あった、え、やった誰かが回復しているよね自分で。あ、もう焦ってゲージもミスるっていう、ダメだこりゃ。もっと頑張ろう自分。なんか助けられてる。あー、頑張らないと。そしてプニが2人いる。
ブロックを前からこんな感じの動きをする。うわー、次どれらいで玉ねぎさん3人倒せるのか問題があるよね。これで1、2、3、 OK。 危な、怖いわー。結構ね、ホーミングとかも痛いのよ、攻撃が。でほら、こうやってレーザー撃ってくるから、レーザーストップのダルタニャンはすごく優秀なのではないだろうかって勝手に思ってます。でもたくさんは詰めない、あの手持ちによってはね。でルビーはブロックがあるからちょっと強めに打とう。でこうやって地道に削っていくと。回復しながら上がっていく。この流れをしっかりやれば、すごくすごく難しいわけではないと思うし、今天魔やってるからそれに比べたらっていうところはあるかもしれないですね。でここ埋まってるけど、ここに3人いるのね、プネが。で上にも1人いるんですよ。だからそれを忘れなく。こうやってもう降りていこうか。何かしら倒せると。うわクリティカル強。ほらほら、このパラパラが痛い、パラパラが痛いから気をつけよう。だから本当にね、雑魚処理はしっかりした方がいいなーっていう感じですね、クエスト的に。よし、次は失敗しないようにやろう。でブロックがありませんので、こうやってあそこに行ける。 OK。 下の玉ねぎさんも倒せたらなお良かったけど。怖い怖い。ここでちょっとパック使おうか。答えてください。でこれで蘇生しないから、倒しつつ回復しつつができればいいけど、あんまり欲張ると今度、あ、地雷持ってなかった。玉ねぎさんを倒せなかったぞ。うわぁ、蘇生されちゃうやつだ。こう。もう一回やりたくないよ。もう一回はやりたくないよ。よし。危な。これで、とりあえず、壁面に。で自分も回復しよう。頑張れ頑張れ頑張れ。あとは暴れろ暴れろあとは暴れろ。よし、とりあえず回復はできた。でローレライの SS どうか。あともう眠らせちゃおう。よし、 OK。 よし、寝てて。で地雷持っていかなきゃいけないから、地雷回復しながら地雷持って、なんか適当に殴ってれば大丈夫そう。 OKOK、 もう大丈夫でしょう。 OKOK、 これでいけたかと思ったらいけなかったわ。すごい長い動画になってますね。ちょっと編集しながらお届けします。はい、こんな感じでみんなも楽しんでいきましょう。あ、よかった。
なんかさ、天魔とかめちゃくちゃ難しいからさ、天魔ずっとやってた人からすればさ、楽勝みたいな感じかもしれないけど、ポリにしてみたらなんかギリギリちょうどいい、あの難しさで楽しめました。はい、ありがとうございました。